朝ドラブギウギ。今回は笠木静子には最愛の人吉本英介との間に授かった一人娘がいました。名前は亀井英子と言います。笠木静子は亀井英子を芸能人の子としてではなく一般人として育てました。その愛娘亀井英子から見た、全身全霊で芸に励み歌手として女優として生きた母笠木静子とはどんな人物だったのか、シングルマザーとして亀井英子をどのように育てたのか、笠木静子の母子家庭はどんな雰囲気だったのか、外で見せる顔とは違った笠木の顔と、亀井英子が雑誌インタビューで語った母親像を交えながらご紹介します。亀井英子の父親は吉本興業の創業者吉本清の次男吉本英介です。吉本英介は英子の誕生前に結核が悪化し、1948年5月19日吉本邸で永眠しました。笠木の出産は生きる支えだった吉本英介に病死され、生涯で最も苦難の時でした。笠木は初めての出産なのに付き添ってくれる身寄りが一人もいないので心細かったそうです。6月1日笠木は陣痛に襲われると、手元にあった英介の浴衣をぐっと抱きしめました。途端に彼の移り が体を包み、決して一人ぼっちでお産をするような気がしなかったと日記に書いています。こうして愛する人の浴衣を抱きしめ、笠木は明け方に女児を産みました。30歳を過ぎての初産で心配でしたが、出産したのは元気な女の子の赤ん坊でした。体重は 3150g、当時としてはかなり大きな健康優良児らしいです。小柄な静子とは違い、長身だった英介の体格を受け継いだのでしょう。静子は女児ですが、英介の生まれ変わりのようだと思ったそうです。子供の名は英介の遺言通り英子と名付けました。乳を与えると大柄な赤ん坊だけに、お乳を飲む勢いが凄まじく旺盛な生命力を感じたそうです。出産した静子のもとには吉本家から子供を引き取りたいという申し出もありました。しかし静子は自分のようにもらわれ子にさせたくないとの理由で一人で育てる決心をしました。子育てに舞台に目の回るような多忙な日々が始まりました。ステージの合間に楽屋へ走り戻り、英子をあやし、時にはお乳を与え、また慌ただしく舞台へ駆け戻りました。幸い英子は病気もせずにすくすく育ちました。英介の一周忌に吉本家のお墓に参った静子は深い祈りを捧げました。失意のどん底にあった1年前、一寸先は闇でした。ところが東京ブギウギが大ヒットし、活躍の場は広がりました。すべては英介が天国から静子と英子を見守ってくれているからだと思えたそうです。墓前で静子が服部作曲のヘイヘイブギを口ずさむと、1歳になった英子はもみじのような手を振って踊り出しました。静子はそんな英子が本当に愛おしく感じたそうです。1947年、高額納税者公示制度が導入されました。いわゆる長者番付です。東京ブギウギがレコーディングされた年です。1948年度の著名人の高額納税者は、1位が人気作家の吉川英治で250万円、2位が笠木静子で200万円です。女性では堂々の1位です。映画界のトップスターである上原健、原節子はどちらも130万円でした。ちなみに1949年の大卒国家公務員6級職の初任給は4223円の時代でした。ではそんな高額納税者が家庭ではどんな生活ぶりだったのか、亀井英子が雑誌インタビューで語った母親像を交えながら笠木静子の生活ぶりに触れてみたいと思います。笠木静子さんは家ではどんな方でしたか？子供の頃悪いことをすると押し入れに入れられたりしていました。しつけには厳しい人でした。家には私の面倒を見てくれるばあやとその旦那さん、お料理を作ってくれるお手伝いさん、運転手さんもいましたので、小学生くらいになると、母が仕事で家にいなくてもそんなに寂しいということはありませんでした。
母はお手伝いさんやバーヤのことをきちんとリスペクトして、家族以上と言っても過言ではないほどとても大切にしていました。母は大阪育ちなので、お好み焼きは自分で作っていました。母のお好み焼きは桜エビを入れたり山芋を入れたりした、いわゆる大阪風でした。とても美味しかったです。買い物ブギーが5万枚を売り上げて、ブギウギがブームになった1950年に、静子は世田谷区鶴巻で300坪の土地を購入しています。翌年新居が完成しました。こじんまりとした40坪の平屋建てでした。マナ娘と2人で暮らすにはこれで十分だと思ったのでしょう。静子は庭をすべて花壇にして花をいっぱい植えました。花の栽培は彼女の趣味となりました。特にバラを好んだと言います。草摘みなどの作業もすべて自分でやったそうです。仕事が休みの日には一日中花壇で土をいじったそうです。顔は泥だらけ、爪の中も汚れて石鹸で洗ってもなかなか取れません。そんな努力の甲斐があり、美しい花園が近所の評判になりました。近所では笠木ガーデンという別名で親しまれ、道端で鑑賞する人も多かったそうです。花いっぱいの美しい庭を最愛の人たちと一緒に眺めて暮らす、それが夢だったらしいです。英介が残してくれた英子は4歳になりました。庭仕事をする静子にまとわりついて離れません。その姿を眺めるうちに静子の顔もほころびます。この数年間忙しく働き続けたのは、最愛の娘と幸福に暮らすため、この笑顔を見るためだったのでした。目的をやり遂げ、心は達成感に満たされたのでしょう。亀井英子のインタビューに戻ります。母は私が高校を卒業するまでは学業のことには一切口出ししない人でした。当時通っていた中高一貫校の系列の大学にそのまま進学しようと思っていたら、大学のある場所は治安が悪いから行かない方がいいと言われてびっくりしました。それで大学には進学せず、フラワーデザインをやっていきたいと話したら、花は添え物だからまず洋服を勉強した方が良いと言われました。当時の日本には生け花はありましたが、西洋風のフラワーアレンジメントが少なかったので、卒業後渡米し、オハイオ州クリーブランドのスクールに通い、ディプロマを取得してからシカゴの花屋で修行をしました。1年後に母がそろそろ帰ってこいというので帰国し、都内のホテルに入っている花屋で働きました。その頃からもう大人なんだから自分で生計を立てなさいと言われ、それからは1円も小遣いをもらっていません。部屋に電話をつけてくれましたが、通話料は自分で払いなさいと言われました。自分は先に行くから、その前にちゃんと一人で生計を立てて生活していけるように教育しなければいけないということだったのだと思います。お母様が歌手を引退された理由はお聞きになりましたか？お母様はどなたかに相談されたのでしょうか？誰にも相談はしていないと思います。自分自身で決めたと思います。母は結構さっぱりしたところがありましたから。一つの原因は、若い時と同じようには踊れない、動けないということがあったと思います。ファンの方たちにいい時のイメージを持ったままでいてほしいということもあったのではないでしょうか。若い時の母はものすごく激しい動きをしていました。身長が150センチくらいで、歌手をやっていた頃の体重は37、8キロぐらいだったみたいです。そんな小柄な人があの激しい動きをしていたのですから、本当に大変だったろうなと思います。英子さんから見たお母様はどういう方でしたか？非常に律儀な人でした。いろいろなことに関して全て道理を通す人でした。常識にもうるさかったですし、私にも常識や義理、そういうことに関してものすごくうるさかったですね。食べ物もどんな高いものを買ってもいいから腐らせてはいけない、食べ物を捨てるなんてこんなもったいないことはないというのが口癖でした。スター歌手笠木静子の後半生は、歌を封印した庶民派女優であり、街中にあれば良き隣人であり、家庭にあれば厳しい母、自分のことは後回しにする世話好きおばちゃんでもありました。香川に戻った養父音吉亡き後は、聖母鳴尾に親孝行を尽くしました。
また生家の三谷家の縁戚とも親交を深めたそうです。およそ7ヶ月の闘病の末、最愛の娘英子に看取られ、70年の生涯を終えました。初対面の時に英介から渡された名刺を一生大切にしてきた一途な静子。その胸中はようやく英介に会えるという思いに満たされていたことでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いします。